こんにちはです私はの平成15年2003年から予備自衛官になりました。あの陸上自衛隊に予備自衛官補制度という民間人が予備自衛官になれる制度があり、これに志願してですね、予備自衛官補制度の2期制、朝鮮後の技能が始まって最初の期になりますが、これで技能公募で、 予備自衛官補になりまして、で、えー、10日間の訓練を経て、えー、予備自衛官に任官をいたしました。 でえーまあ、もうすでにあの定年、えー、で退職をしているわけなんですけれども、まあ、非常にあのこの間のことは、あの自分にとってもプラスになったと思ってます、もともと、まあ、生まれ変わったら軍人やりたいなと思ったことが一つ、それから、まあ、やはりあの拉致のことをやってきて、被害者の救出は最後はです、ねまあ、軍事力を使う覚悟が必要だろうと。 えまあその時に自分が安全なところにいてですねお前たち行けっていうのはどうなのかなと思ってたらば、まあ、こういう制度ができたもんで渡りに船でなったということなんですね。で、えー、最初に あの訓練に参加して、まあ、予備自衛官補から予備自衛官になった後ですね、えー、訓練に参加してあの感じたこと2つありました、えー、1つはですねあの自衛隊って特に我々の世代では本当にあの人殺しとかですね税金の泥棒とかです、ね、まあ散々なこと言われて、えー、いじめられてきたですけどもそれにもかかわらずこんな真面目な組織が残ってたんだと。 いうことにびっくりしたのは一つ、もう一つはですね自衛官って拉致問題に関心がないんだなと、これももう一つでした、まあ、自衛隊っていうのはある意味で言うとですね、まあ、非常に戦えてきたために、まあ、まさに文字通り自衛隊になってていて駐屯地の中の世界っていうのは本当に別世界みたいになっている部分があります。 で外と隔絶をされていてあの意外とです、ね、こうそういう意味での交流がない、えー、というのは現実なんですね。でまあ我々みたいなあの民間人が予備時間化になる制度というのはそういう意味でいうとあの非常にあのいい意味があるんじゃないかと。 外の世界にも自衛隊のことを知らせるきっかけにはなりますしで外の風を中に入れるというきっかけにもなりますであの自衛隊というとですね特に保守系の方々はあのもうなんか自衛隊だったら何でもいいと。 こういうふうにです、ね、思われている方も結構いるみたいで、えー、例えば防衛費だったらば、まあ、増やすもうともかく増やせとかです、ね、あるいは安倍さんの,あの会見あれで自衛隊を明記するもうこれやらなきゃだめだとかです、ね、そういう方々がおられるんですけども私はです、ね、ちょっとやっぱり違った見方なんですねで風通しが悪いことが自衛隊をです、ね、おかしくしている部分もあることは間違いがありません。 でえー、ともかくあのうちわだけで守ってしまってです、ね、で都合の悪いことはあんまり外で出そうとしないえということですね、えーまあ、あの前、えー、セクハラで問題になった事件がありました。 もみ消しとかですね、そういうことをみんなでこう図っていたわけですね、これはまあもちろん他の社会でもいろいろあると思うんですけども、自衛隊ってその自己完結型の組織であるだけにですね、なおのこと、そういう部分があ,のあっても潰される可能性があるんじゃないかと、まあ、警察も似たようなところがあるかもしれませんけども。 えー、そういう意味ではあのもっと外の風が中に入っていくべきですしそれから中の風が外へ出ていくべきだというふうに思います、えーまあ、自衛官が例えば、まあ、いろんな意味での副業ですね、まあ、広い意味での副業をやってですねでそれによってあの外の方々との交流をすると自衛隊のことを知ってもらいまたあ、そして自衛隊の中に、えー、外のこういろんなあの考え方が入ってくる。 でそれをやったって絶対に大丈夫です、で逆にですねあのそのもう本当に閉鎖された社会になってしまうと、これやっぱり武力を持っている集団ですからあの、いざ何かの時には、ですねやっぱり非常に怖いんですね、でこれ、韓国なんかだと、徴兵制の国ですから、そういう意味でいうと、軍隊っていうのは、あのもっと身近なところにあります、でまあ、それはそれでもちろん問題はあるんですけども、やはりあの自衛隊って、志願兵制のいいところはもちろんある一方で、 えー、それでもやっぱり社会から閉鎖された部分ということでですね、えー、いろんなあの問題が起きると思います。で、えーまあ、前にもお話をしたあの、予備役ブルーリボンの会の桂木奈美幹事長があの予備自衛官 をですね、本人が継続希望していたにもかかわらず、突然、理由なしにです、ね、切られてしまったということがありました、でまあ、今出ている月刊制度なんかにも本人が書いてますけども、えー、いろんな形であの調べてるんですけど、理由がよく分かんないんですね。 猟銃、まあ、じゃないかとかなんとかいう、まあ、いろいろそういう話もあるんですけども別にその本人が猟銃乱射したわけでもなくちゃんと法律に従ってやってるわけですからね問題ないはずなんですけどもでそもそもそういうことの理由すら、えー、分からないということ自体がですねこれやっぱりおかしいですよね。での一方で、任官している現役の中でもですね えー、ちょっとおかしいんじゃないかなというようなこともいろいろあったりしますで、えー、またそういうものをこう変なふうにです、ね、あの隠そうとするからますますおかしくなる、昔、あの年配の方は覚えているかもしれませんあの反戦自衛官って、えー、ありましたで、えー、この人についてですねあの私もちょっと詳しいことは存じないんですが、佐藤守元空将はです、ね、であれ間ってちゃんとしっかりフォローすればですねあんなことにならなかったんだと。 要はもう変な風にごまかそうとするからあのおかしくなったんだっていうようなことを言っておられましたまあそういうことは結構あるんじゃないかなとで真面目にやってる人はですねやめていくとかいうこともあるんではないかなと思いますで あのぜひ皆さんあの、自衛隊のことをもっと知っていただいて、そして批判するべきは、ですねやっぱりちゃんと批判する必要があると思います、で自衛隊の中で、ですねこれじゃだめだというふうに思っている人も結構たくさんいるんですよね、真面目に考えている人ほど、でもそういう人たちは中で声を上げるというのは非常に難しいです、これはもう他の組織でもそうなんですけども、中で思っていることってなかなか言えないですね、で外からあのちゃんとしっかり見て、ですねこれはこうした方がいいんじゃないかということを、やはりあの伝えていくということは、私は必要ではない。 ないだろうかというふうに思っています、えー、自衛隊を叱ってくださいあの叱るために叱るということではなくてね、えー、我が国の国防のためにちゃんと叱るべきは叱る必要があると思います、えー、今日もありがとうございました